イエティはヒマラヤ山脈に住むと言われている馬である。全身が毛に覆われ、直立方向するとされる。イエティには三種類いるとされ、ズーティ、ミエティ、イエティであり、この三種は家族だとも言われている。イエティのイラストイエティは、シェルパ族の言葉で岩を意味する、ヤーと動物を意味する、テイが語源である。現地では伝承として、その存在が伝えられていたが、 1887年、イギリスのウォーデル大佐が足跡を発見したことで、世界に知られるようになった。その後、実物を目撃したとの報告もあり、1954年のイギリスのデイリーメール氏のものを皮切りに、各国より何度となく探査隊が派遣されている。日本では1959年に東京大学医学部で、 小川かなえさん教授を代表とする日本雪男研究グループが結成され、毎日新聞社をスポンサーとして、6名の学術探検隊がエベレスト山陸に派遣された。現地では巨大で役を襲うズーティ、2メートルほどの大きさで泣きウサギを捕食するミーティなど数種類の呼び名がある。このうちズーティについては、ヒグマのことを指しているのではないかと言われる。 シェルパの先天身が、ジャンボチェで目撃したイエティの体つきは、ずんぐりしてるイジンザルに似ており、背の高さは150から165センチメートルほど。赤褐色、または肺褐色の短くて、硬い毛に覆われ、肩のあたりの毛は、やや長い。頭は大きく、頭頂部は尖り、耳は小さく、顔には、毛はない。口は大きく、歯は、大きいが尖った牙はない。 二足歩行をしているが、急ぐ時や岩を登る時には、四足歩行も行う。足は大きく、尾はない伝承では、イエティは、風のようなもので、音はしても姿形は見えず、イエティを見ると病気になると言われている。よく、汚れた雪男と、誤称され、背の高い白い毛皮の動物とされてしまう。登山家のラインホルト・メスナーによると、イエティは、セルパが用いた名称、イエテ または、名帝というに由来するとされる。1921年9月22日、ハワード・バリー大佐と、その登山隊は、エベレストの標高7700メートル地点で大きな足跡を発見した。バリーはそれを狼のものだと考えたが、チベット人たちは、雪男のものだと考えた。なお、灰色狼は大型であり、跳ねるように走り、二重に、 足跡がつくことがあるという。1951年11月8日登山家のエリック・シプトンらは、エベレスト山のメンレングツ杖南西斜面にて、人間のものによく似た足跡を発見した。その足跡は1.5キロ先のモレーン氷河まで続いていたが、そこで足跡は途切れていたのでとりあえずその足跡の画像を撮影した。この写真は後にイエティの足跡をしたものだとして、 人々の注目を集めた。1958年、ノーマン・ディー・レンファース率いる雪男探検隊の参加者が人間を小型にしたような黒毛で覆われ、手足は人間そっくりの動物が森の中の川岸の石の上でカエルを食べていたのを目撃した。現在も目撃されている。イエティの正体については、ヒグマ説、ランブール説、未知の巨大類人猿説、 ヒンドゥー教の修行像の見間違い説など様々である。1937年大英博物館のガイドルマンはアメリカの雑誌ザ・タイムスにてイエティの正体はヒマラヤ・ラングールと死し、ビラングールではないかという説を発表した。しかしイエティの足跡とされるものが発見されている地域にラングールは生息していない。1952年動物学者のベルナール。 ユーベルマンスは、フランスのシアンスエアブニール氏に、イエティの正体は、ギガントピテクスの近種だとする説を投稿した。その説は、他の科学者たちによって、突拍子もない話だとして切り捨てられた。一方、ロシアの動物学者、ウラジミール・チェルネツキーは、今わしき雪男探検隊、1955年にて、ユーベルマンスの理論と、類似した説を展開している。 1960年に探検家のエドモンド・ヒラリーら18名参加の国際学術探査隊がエベレスト山6を調査し以下のような結果を発表した。イエティのものだと称されている東部細菌ではセルパにヒグマの姿を見せたところ彼らがイエティと認識したことが判明している。ブータンで雪男を刺すとされたメギュ・チベットでのデモもヒグマを刺す名称だった。 1959年、地元住民が日本の登山隊に差し出したイエティの毛皮もヒグマのものだった。2003年にチベットで調査を行った登山家のネブカマコトも、チベットで雪男を指す、メテ、ミティは人を意味する、ミト、チベットヒグマを意味する、ドレッドが語源だったと、イエティはヒグマであったとの結論を出している。ラインホルト・メスナーの著書、マイクエスト・フォー・ザ・イエティには、 そもそもイギリスのエベレスト登山隊がイエティを未確認動物にして資金を集めていた事実が1930年代にドイツの探検家動物学者イーシェーファーによって明かしされていたことが記載されている。多くの登山家たちが資金繰りに悩んだ挙句、恋かどうかは別にして地元でイエティと呼ばれていたヒグマを未確認生物に仕立て上げ資金源にしていたとネブカマコトは述べている。 2017年12月、アメリカの研究チームがイギリス王立協会企業フィロソフィカルトランザクションズに正体は熊の可能性大と発表した。ありがとうございます。